春は赤ちゃんをあやしていた。ベロ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 、あれれれれれれれ、見て、ゴロウ公様のお孫さんですか、かわいい。俺にもこんな時代があったもんよ。赤子は泣くのが仕事です。ベロ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 。あれ、仕事で思い出したけど、年末年始の病院ってどうなってるのかしら。確かに年末年始の救急診療体制を確認の巻。一行は保健医療科の三池さんに質問をぶつけた。はい、年末年始に体調を崩した場合はどうしたらいいのかしら。年末年始は診療を行う医療機関が限られているため大変混雑し、特に船入市民病院の小児科では待ち時間が 4,5 時間になる場合があります。各医療機関の診療状況を見て適切な判断をすることが大切です。はい、各医療機関とは具体的にはどこがあるんですか。例えば内科の場合、広島市内では5つの病院で診療を行います。また小児科ではご覧の病院で診療を行いますよ。最近肘が痛いんです。俺は歯が痛くて。外科、歯科、眼科、耳鼻咽喉科の救急診療を行う病院もありますが、年末年始の診療体制を確認したいときは広島市のホームページをご覧いただくか、この番号でもご案内しています。年末年始に受診できる病院があると分かっただけでも安心しました。いやー、それにしてもご老公様のお孫さん元気いっぱい泣きますな。この子は孫じゃなかったよ。おはるよ、わしの息子を預かってくれてすまんかったの。よいしょ。息子、ご老公様からの教え。一つ、年末年始は医療機関が大変混雑するぞよ。二つ、受診する必要性の有無や各医療機関の診療状況を参照し適切に判断するのじゃ。3つ、年末年始の救急診療体制を確認したいときは広島市ホームページなどを参照じゃ。広報誌広島市民と市政最新号の一面は写真で振り返る広島の1年、その他お出かけ情報も満載です。イオングループ、夢タウン、夢マート、広島銀行、もみじ銀行などでも配布しています。月間プレゼント、ひろすけの武器サインボールをプレゼントするわ。番組ホームページから応募してね。待ってるわ。おめでとうございます。次回はスケートを楽しむのじゃ。